オリンパス V-72IC レコーダーとは、フラッシュメモリなどの IC に音声を記録する電子機器である。和製英語であり、英語ではデジタルボイスレコーダーという。IC レコーダーは、音声を電子的な信号に変換し、これを内蔵した半導体メモリ内にデータとして保存する装置で、マイクロフォーンを内蔵していることが多く、1990年代より、 次第に利用者を増やしている。繰り返しや断片的な録音に向き、また近年の電子機器の構成の受け、ダウンサイジングにより、小型計量、大容量化が進んでいる。主として、会議やインタビューなどの音声記録に利用されることから、録音装置全般を指す、ボイスレコーダーとも呼ばれることがあるが、航空機に搭載される、コックピットボイスレコーダーと混同される場合がある。 メーカー各社は概ね IC レコーダーという表記をしている。他にはボイスメモなどとも呼ばれる。この機器は録音するだけでなく単体で録音内容を再生する機能をも持っていることがほとんどである。音声再生に関して言えば携帯音楽プレイヤーのデジタルオーディオプレイヤーによく似た構造、機能を持っていることが多い。しかしその機器の用途から モノラル音声であることが多い。特に安価な機種だと出力自体はモノラルであるのに、ステレオイヤホン、ヘッドホンを利用できるといったカセットレコーダー前世紀の一部機種にあったようなものも存在する。利用形態に向くよう小型化された機器である以上、ステレオ録音で無駄に記憶容量を消費し、録音可能な時間を減少させたり、音質低下させざるを得なかったり、さらには、 コスト面の問題を招く事態を回避するため、また小さな筐体にマイクロフォンを2個取り付けるのは、その用途から見ても無駄が多いためである。もっとも現在では、メモリーの大容量化も進み、また、臨場感あふれる録音への消費者の要求もある、ことから、ステレオ録音に対応した機材も登場している。なお、音楽再生を目的とする、MP3 プレイヤーの中には、 この IC レコーダーと同様の機能を備える多機能化製品も見られ、その一方で IC レコーダーと目される製品中にも音楽再生機能を持つなどしている製品も見られ、その境界は曖昧である。このほか、携帯電話にも留守番電話機能の延長として外部の音声を録音する機能を持つものも多い。また、過去には PDA にも同様の機能を標準。 ないしオプション機器の追加で備えるものも見られるところである。古い製品では、それ一つで完結した製品として利用するものも多く、録音内容を取り出すには、IC レコーダーのイヤホン端子からテープレコーダーに接続しダビングする必要があったが、近年ではパソコンの普及にも伴って USB で接続して中のデータを読み出したり、あるいはパソコンからデータを入れて再生させるなど、 連携性を重視した機器が主流となりつつある。こうしたデータ交換が可能となったため、モノラルイヤホン端子がステレオになる音楽再生もこなせるような IC レコーダーが圧倒的となった。また古い製品はフラッシュメモリなどの記憶回路が組み込み式であったが、近年では様々な汎用メモリカードが発売されているため、これを利用する製品が主流である。ただし、 安価な製品はその限りではない。単体で再生が可能な機種には内蔵スピーカーを備えるものが多く、このあたりは主にイヤホンやヘッドホン内し外部のアンプ付きスピーカーを必要とする MP3 プレイヤー等のデジタルオーディオプレイヤーとは大きく異なる。多機能化製品では、ラジオ放送の受信、録音機能を持つものも見られ、タイマー機能を備え自動的。 定期的にラジオ放送の語学教育番組を録音するのに特化した機種もある。この機器は1938年に開発された磁気テープ、特に1962年に開発されたコンパクトカセットやミニカセット、マイクロカセット、デジタルマイクロカセット、ダットなどのテープ録音式と比較すると、繰り返し録音、再生してもデジタルデータであるため劣化せず、 モーターやギアなどの可動部がないことから、静音性と衝撃への強さにも優れている。後に、ミニディスクが導入されたが、ポータブル型の録音可能なレコーダーは、数も少なく、音声録音については MD が市場で、一定の顧客層を獲得し始めた当時から、IC レコーダーも利用者を徐々に獲得していった。ポータブル MD レコーダーは、マイク内蔵の簡素なレコーダーの方が、 音楽再生向けレコーダーよりも高価だった。機械的なトラブルも少ない IC レコーダーは、会議や打ち合わせといった仕事上の活動、講演、講義などの録音やあるいは語学ヒアリングの、録音といった学習、教育の場で、また報道でもしばしばインタビューなどの取材用に利用されている様子が見られる。また録音後に、テープ起こしなどの二次利用をする場合にも、音声化、 デジタルデータであるため、コピーや転送が簡単に行える。また、発想を思いついたまま発話し、どんどん吹き込んでいくなど、ペンやキーボードを必要としないメモとして使ったり、人によっては、音声による日記として使用している人も少なくない。フィクションではあるが、テレビドラマ、佐々木夫妻の仁義なき戦いでは、数年来にわたり日々の感想を IC レコーダーに吹き込んでいく使い方をする。 主人公の姿が描かれていた。また他にも作曲家や作曲に興味のある人が音楽のフレーズを突然思いついた時にそれを忘れないように歌って吹き込んでおき、後でスタジオや自宅に帰ってから打ち込みを行うという用途にも使われる。また道義的にいささか問題がある利用方法ではあるが小型軽量で長時間駆動が可能な製品では 盗聴機の代替も果たす。なおそういった用途向けというわけでもなく、本来は会議や談話ないし口述筆記といった用途向けと説明書に明記されていたりするが、物音を検出すると録音を開始する機能を持つ製品も見られる。これらの用途において、特に繰り返しの録音、再生や必要な部分だけを記録するような断片的録音を行いやすい。 複数箇所で録音した断片的録音を呼び出しやすい、インデックス負荷や特定部分の消去などがしやすい点、これらを繰り返しても音声が劣化しないなどが評価されている。また近年の大容量化に伴い、長い場合には数十時間に及ぶ録音が可能な機種もあり、これも必要に応じていつでも利用できる点で好むものが見られる。操作性も重視されており、 棒状の製品では握りしめてマイクロフォンのように差し出しても使えるよう片手の位置操作で録音操作が行えるようになっている PCM レコーダーも IC レコーダーと同様の録音機器だがこちらは音楽の生演奏や自然音などの高音質を要求される録音に用いられるメモリーカードまたはフラッシュメモリーに音声データを記録する点は IC レコーダーと同じだが、音質を重視する設計になっているため、IC レコーダーに比べて本体が、やや大きい点、音声信号を非可逆圧縮しない、リニア PCM、WAV フォーマットで記録できる点が異なる。ただし、現在の多くの PCM レコーダーは、AD PCM MP3 など、多数の非可逆圧縮形式に対応しているため、IC レコーダーのような使い方が可能である。 なお、録音の際に非可逆圧縮を行わないことから、データ容量が大きくなる代わりに、圧縮時に記録されず除外されてしまう、こぼれ信号が発生しない。このため、p c m レコーダーは、より録音品質にこだわる、あるいは録音のチャンスが限られ、データの忠実性を求められる、録音の場合などに、主に利用される。また、これらの機器は、 本体にマイクロフォンが取り付けてある機種も多いが、外部にもマイクロフォンを接続でき、ステレオや多チャンネル録音にも対応して、より再現性の高いデータが収集できるよう、工夫されている。2020年現在、新品として販売されている、現行機種の PCM レコーダーのほとんどが最低でも 96kHz、24bit 以上のサンプリング周波数。 量子化ビット数を持ったハイレゾ6歳に対応している。の機種は2021年4月現在、現行機種、並びに新品で入手可能な機種。シャジの機種は今後発売が予定されている機種。の機種は、リニア PCM24 ビット 192KHZ のハイサンプリングハイレゾリューション記録、および1ビット点八 2.8224MHz 記録にも対応。 の機種は、リニア PCM24 ビット 192KHZ のハイサンプリングハイレゾリューション記録に対応。の機種は、リニア PCM24 ビット 96KHZ のハイサンプリングハイレゾリューション記録、再生、およびリニア PCM24 ビット 192KHZ のハイサンプリングハイレゾリューション再生にも対応。は、 リニア PCM フラックを問わず24ビット 96KHZ のハイサンプリング記録に対応。の機種は16ビット 96KHZ および24ビット 96KHZ のハイサンプリング記録に対応。の機種は16ビット 96KHZ および24ビット 96KHZ の ハイサンプリング記録に対応するほか、フルハイビジョンによる動画撮影機能にも対応。丸の機種は16ビット 96KHZ および24ビット 96KHZ のハイサンプリング記録に対応するほか、ハイビジョンによる動画撮影機能にも対応。の機種は16ビット 96KHZ および24ビット 96KHZ のハイサンプリング記録に対応するほか、4トラック同時録音にも対応。の機種は16ビット 96KHZ および24ビット 96KHZ24 ビット 192kHz のハイサンプリング記録に対応するほか、24ビット 192kHz 時を除く6トラック同時録音にも対応。 の機種は 16bit 96khz および 24bit 96khz のハイサンプリング記録に対応するほか、6トラック同時録音にも対応。ありがとうございます。